はい、どうも、今回紹介するのはですね、富士見のフェラーリの F40LM です。まあ、F40 の、ルマン仕様というか、ルマンに参戦するために作ったコンペティションモデルって言ったらいいのかな、みたいです。自分は詳しく知りません。こんな感じです。富士見のね、F40、市販車の方はね、お客さんが組んで、で、なんかスリットの数が、リアのスリットの数が、違うよとかって言われたんですけど、こいつはちゃんと4本になってますね。で、なんかこの F40 の LM 自体が結構細かく違ったりとかするのかなっていうのがあるのであれですけど、タイヤがね、スリックタイヤがついてます。この辺がこだわりなのかな、富士見の。部品点数は59ってことですけど、まあいいかな。エンジンもうちょっとなんとかならなかったかなって気はしますけど、こうね、こう台座がこう板があって、その上にポンって乗せるような感じだったら塗装もしやすいだろうなと思うんですけど、残念ながら一体成型になってます。これもね、フェラーリのね、なぜかきっと定価がいきなりガクッと安くなって販売されるようになったシリーズの一つなので、今定価1800円か。なので、前は組んでみたって人も、うわ、なんで安くしたんだよって思われるかもしれないですけど、リアバンパーはこっちか。LM のバンパーはこっちですね。こっちは多分普通の市販車の方の F40 のやつだと思いますけど。そんな感じの部品がついてたりとかしてますね。まあ、ガラスパーツとかは、ここにね、ちょこんと、LM 用のヘッドライトのパーツが入ってたりとかしてますけど、あとは基本的には一緒なのかな、普通の F40 と。シートベルトがね、何このシート、このバケットシートケージはもうちょっとなんとかならなかったんだろうか。お、エッチングパーツが入ってる。あー、カナードとか、給油口とかがエッチングパーツになってますね。あとメッシュと。はー、なるほどね。羽馬エンブレムとかも一応なってますんで、まあこの辺、デカールただ貼るだけだとどうしてもね、ちょこっとね、なってたらいいかな、こう、のぺっとした感じになるんで、その辺考えるとこれはいいかもしれないですね。その、エンブレムの、のエッチングを貼って、その上にデカールを貼るっていう風にすると結構ね、立体感とかが出たりとかするので、まあその分ちょっと研ぎ出しとかやりにくくなったりとかしますけど。あ、ベルト布用シール、ベルト布用シールどこ、この間に入ってるのかな。あ、これか、この白いこれですね。シートベルトの布を貼るように書いてありますけど、この辺ね、じゃあなぜシートにシートベルトのモールドが入ってんの謎だなぁとは思いますけど、まあこれね、市販のあのシートベルトパーツセットとかね、その辺使ったりするともっといい顔になるかもしれないです。ベルト用布シールを H2 で塗れって書いてありますけど、そんなことやっとれられると思う、やってられるかよって感じだと思うので、この辺はね、シートベルト用パーツとかでちゃんと置き換えた方がよりそれっぽい感じになるかなと思います。あとは、まあ、不死身なのかな。これもなんで定価がいきなり安くなったんだろう。ちょっとね、懸念事項としては、不死身って、こう、例えば何かを作りましたよと。何かキットを作りましたよ。それの後期型を作りましたよとか、あとは派生モデルを作りましたよとか、そういうのを例えば金型回収でやりましたよとかっていうのは、ちょっとね、その回収部分、変更した部分がうまくこうくっつかなかったりとかするので、それがちょっと不安ではありますね。例えばこのキットで言うんだったら、多分これ先に F40 が出たと思うんですよ、市販車仕様が。で、 F40 の下回りを使ってボディが新規みたいな感じだと思うんですけど、それがちょっと不安かな。ちゃんとつくのだろうかっていう気はします。
こんなところに引けを作らないでほしい。ここ引けてます、ここ、左右。なんでここに引けができる？なんでって言ったら、まあ、それはできるものはできるんで仕方がないと思いますけど、まあ、定価も安くなりましたし、どうですかっていう感じで、今回ちょっとまた紹介させていただきました。59点って書いてあるけど、塗装の塗り分けとか考えたりとか、エッチングパースとかがあったりとかすることを考えると、ちょっとどうかなっていう気がしますけど、まあちょっとやってみたいなとか、タミヤの F40 いいんですけど、あれはね、ちょっとね、部品が細かかったりとかするし、まあ塗装すること考えたらあっちの方が塗装しやすいとは思います。ただ、組み立ての方がな、これもね、ちょっと組んでみないと何とも言えないので、その辺はね、出たとこ勝負でやってみてください。出たとこ勝負って言い方もちょっとあれですけど。まあそういうわけでね、今回紹介させていただいたのは F40 の LM でした。これでね、エッチングパーツとかがついて1800円なら、まあ、問題なく組めればですけど、問題なく組めればお買い得じゃないかなと思います。というわけで今回紹介させていただいた、富士見のフェラーリ F40 LM でした。ご視聴いただきありがとうございました。